出てきました。キアヌ・リーブス、そうですね、先日来日しましたけれども、まあ、本当にあの激太りから、シンプル質素なファッションセンスについて、過去ノンストップでもね何度か取り上げてきましたが、この真相について私ハリーがインタビューしてきました、ノンストップファミリーの我らがキアヌ・リーブス。おととい、忠臣蔵をベースにしたハリウッド映画47浪人の宣伝のためおよそ5年ぶりに来日した。集まった500人のファンににこやかに対応する気さくなキアヌ。そんなキアヌに今回直接インタビューができるチャンスを獲得。共演者の浅野忠信、菊池凛子、柴咲コウ、赤西仁ら豪華メンバーが揃う中、ハリーがインタビューを敢行。さあハリー、グイグイ聞いちゃって。Thank you so much for your time today. An electric film indeed. You know, the film had some wonderful opportunities, and one of the opportunities was some of the fight scenes. You know, Jin has some, he has some work in there as well, and you know, it takes a little practice. と、和やかなムードで始まったインタビュー。しかし、ノンストップがキアヌに聞きたいことはこんなことではない。過去ノンストップではキアヌの話題を3回取り上げ、そのどれもがハリウッドスターとは思えない情報ばかり。その一つがこちらの映像。6ヶ月前カンヌの映画祭に現れたキアヌ、なんと見る影もないくらいの激太り。現在のスリムなキアヌと比べてみると二回りは太っていたようだが、strict diet, and you even spoke to them saying, you know, this is what I'm having, you know, and I'm staying really strict to it, you know. Was it that hardcore? I mean, no, it wasn't at all. They're exaggerating. Okay, I see. なんという謙虚さ。絶対に頑張って痩せたのにそれを言わないなんてキアヌかっこよすぎ。まあまあ、さらにキアヌといえば忘れちゃならない3枚の写真、それぞれ1年ごとに撮影されたものなんですが、ジャケットにジーンズ、さらに靴まで同じものと思われるものを着用しているキアヌの姿が。ハリウッドセレブがいつ何時でも同じ服。こだわりがあるにしてもこのヨレヨレ具合がセレブとは思えません。ちなみに今回来日したキアヌを見てみると、あ、ジャケットがいつもの黒のジャケットだ。ということはちょっと型は違うように見えるが、色合いやヨレヨレ感はほぼ一緒の靴とジーンズ。ブレない男キアヌ。そんなキアヌにナイスな着こなしの真相を聞き出すことに。You yourself, you're obviously a Ronin, but you're also, you know, a slight outcast, yeah, right? And you're wearing rather simple, pretty gung-ho kind of, you know, clothes, yeah? Fashion in your own style, with the film and like your own style being, you know, the simplicity or...まずはちょっと遠回しに。さあ、なんて答えるのキアヌ。And I think that's actually part of, you know, what was, you know, telling the adaptation of the 47 Ronin has a weight to it. And, you know, was there a resonance with, you know, the colors that were chosen for me? I liked okay, the greens and the something. キアヌはこのようなシックな色合いが好きだということが判明。それだけでは聞き足らないハリーが、映画以外の話題は関係者に止められてしまうかもと心配しながらも、勇気を振り絞ってさらにキアヌに食い下がる。Japanese girls and guys who wanted to know your own way of fashion because they're pretty fascinated by it too. You don't see much similarity, or is it completely different in your own way? Yeah, you know, I don't know, I'm pretty casual. そう、今までのキアヌのファッションは全てカジュアル。お金持ちでも決して着飾ることのないハリウッドスター一親しみやすいキアヌ。サンキューキアヌ、これからもノンストップで追い続けるよ。
ああ、直接行ってきたんだね。いや、聞いてきましたよ、ね、緊張ですよ、本当に。いやそうだね、うん、いや、すごい。でもこう、はい、もうみんな、あの菊池凛子さんと赤西くんも英語できるわけでしょ。そうですね、みんな素敵に英語話してましたけど、ねね、まあ、でも本当にびっくりしたのが、今までこの激太りの報道とかありましたけど、うん、今回はなんて美しい、なんてかっこいい、うん、しかも僕より全然身長が高かったので、正直圧倒されましたね、うん、スタイルいいし、もうファッションモデルかのような。そんな背大きいんだ。はい、そうですね。あ、まあ、ファッションのことふわっと言ったけどね。カジュアルだよね。なかなか具体的なことは答えてくれなかったんですけど。まあ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 、いや、リコさんもめちゃくちゃ、いや、もう何回もお会いしてますけど、すごいクレバーな人で、すごい人に気を使うんですね、うんうんうん、だからハリーが何聞こうとしてるのかも最初から分かってて、もちろん今ちょっとうーんってなってたけど、その普段激太りとか、うん、ハリウッドスターなんてほとんどみんなそうですよ。仕事してない時はやっぱりすっごいハードだから、撮影の時ってもう命を捧げてもう全部やってますから、うん、リコさん、僕今ボケました、ね、リリコさん、すみません、ごめんなさい、僕もそうですみたいに言おうとしたんですけど、リリコさんの圧がすごくて、ごめんなさい、でもみんなそうなんだ、剃ったり痩せたりを繰り返す。スタローンとかもやっぱりその休んでる時はそのままで、なるほど、僕もそうです、作品ごとみたいにしたかったんですけど、設楽さんみたいに今仕事中ですけど、今仕事中です。そしてですね、設楽さん、実はですね、今回映画47ローニンの他の出演者に、はい、実際キアヌの印象を聞いていました。こちらを見ていただけますかね。はい、はい、はい、こちらも菊池凛子さんですね、うん、まあ、撮影合間に実は一緒にお絵描きをなんとされて、キアヌと。そうなんですよ、うん、もう本当にあの仕事に関してはストイックなところもあるが、チャーミングなところが素敵だと、うん、本当に一緒にいるとお兄ちゃんみたいな人というのを語ったんですよね。あ、そうですか、うん、優しいんでしょうね。そうですね、さらにこんな情報もあります。何ですか。本当にあのキアヌといえば、うん、本当に自分の時間を大切にしたい、一人でうろつくのが好きということで、うん、まあ、以前はこれ昔ね、そうです、もうカップケーキでね、これ誕生日を祝う姿が激写されてましたけどね。自分の誕生日にカップケーキにろうそくみたいなの誕生日ですよ。ありがとう、大スターが、こんなこともありましたけど、うん、過去日本に来日した時、2005年の時ですね、はい、大阪梅田のラーメン店に一人で行って、味噌ラーメン、うん、餃子、そしてビールを楽しんだと。この一人で行ったのもすごいけど、メニューのチョイスがもうかなり普通ですね。普通の感じで行くっていうのがいい。サラリーマンの方ね。すっごいラーメン好きで。そうなんですか。そうだから、よくあの東京とかも今いつボケてくるのかなと思ってもうドキドキしてるんですけど、よくあの東京でも一人でラーメン行ったりとかっていう情報をよくあの見かけたとか、うん、はい、そういう情報とか、あの、じゃあ今回もじゃあ一人でラーメン店どっか行くかもしれません。そう、日本文化を本当に尊敬していて、映画の中でもリハーサルとかで英語で話すのではなく、うん、日本語で話してみて、うん、ということも実施して、あと日本が大好きなキアヌ、印象が強かったですね。さあ続いて設楽さん、ありがとうございます。